いのはメイちゃん？館長、なんかワクワクしてない？新しく着艦したバルキリーは、マイちゃんが館長を指導してきたように、クエストで集めた素材はバルキリーはクエストで経験値を獲得して強くなることが、エクセレント。でもこれで強くなったわ。新しいクエストがあるかどうか見てみよう。ここをタップするとクエストまでショートカットできるよ。これ以上は手加減しないわよ。夢でも見ているの？ここはどこ？私は誰？どうしてここ？キアラ、何ぼーっとしてるの？テストが始まってから30秒も経ってるのよ。おバカにも程があるわ。バルキリー資格試験に決まってるでしょ。資格試験？半年前に受けなかったっけ？何をバカなこと言ってるの？あんたはまだ候補生でしょ？早く模擬崩壊獣を倒さないと不合格になるわよ。絶対名刺みたいに近づけさせるな。今の敵はキアナちゃんが苦手なタイプなのよ。苦手なタイプとの戦闘ではダメージが与えづらくなって受けるダメージが多くなるの。はっ！ふっはっ！はっ！ボロボロなやつ。ふだん、もう見てられない。館長、ちゃんと相性図を読んでよ。さっきのゾンビは生物タイプで、今目の前にいる崩壊獣は異能タイプだよ。これからは機械の敵も出てきて、彼らはもちろん機械タイプだからね。さっきも言った通り、ティアナ・ハクレンは機械タイプなの。異能タイプとは相性が悪いのよ。館長、ちゃんと資料読んでよね。さっきメイちゃんを連れてってって言ってよかった。よーく見てね。これがメイちゃんの HP ゲージで、こっちは当然エネルギーゲージよ。まだわからないの？早くメイちゃんに切り替えるのよ。メイちゃんは生物タイプだから崩壊獣には有利なの。これからはアイちゃんが敵のタイプを分析して相性化。メイちゃんの分岐攻撃は2発目だよ。メイちゃんとさっさと敵を倒しちゃいましょう。よーせっ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 タイプの相性関係を使いこなせば戦闘が有利になること、もうお分かりかな。館長、全力で行くわよ。女の子にこんなことしてだからモテないのよ。セッセッフッヤッホーフッハッハッフッハッ。私
を怒らせるか危ない。うん、疲れたわね。早く帰ってお風呂に入りましょう。